セベクヘテプ三世は古代エジプト第13王朝の21代または25代ファラオ。資料に乏しく大半の王が名前以外何も分かっていない第13王朝では比較的多くの歴史的記録が残っている人物である。鳥の多め表によれば在位期間は4年2ヶ月と比較的短かったが、その地勢中にメダムードのメンチュ神殿や エルキャブの礼拝堂などが築かれている。また、彼の後には、多数の大規模な遺物から知られる王が数代に、渡って続いている。彼らはいずれも、当地の日付を記した、記念碑を、国中に築き、名前が彫られた紋章を数多く残している。このことから、セベクヘテプ三世の治世以降は、王朝の混乱が収束し、国家が再び安定期に入ったと考えられる。 第13王朝の王たちは、その大半が自身の蘇生についてほとんど何の情報も残していないため、研究者の応答を復元する作業は難航している。だが、セベクヘテプ3世は、例外的に家族構成について記した印象や意向を多数残しているため、詳しい家族構成が明らかになっている。ヌビアのセヘル島に残る記念碑によれば、彼の父親は、 メンチュヘテプという平民で、母親は、イウヘトイブと言った。また、セネブとカカウという兄弟がおり、母親の再婚相手デドセベクトの間に、レイセネブという妹がいた。妻の一人は、セネブヘナスという名前だった。コプトスの石碑にはもう一人の妻ネニと二人の娘、イウヘトイブとデドエタンクエトの名が刻まれている。そのうちイウヘトイブの名前はカルトゥーシュで囲まれていた。 王の娘がこうした扱いを受けるのは、アメンエム派と三世の娘、ネフェルプト派に次いで、史上二例目となる。ありがとうございます。